じゃあ、じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、はい、あのやっぱいい返事いただきました。いい返事をいただきました今。はい、今回ですね、はい、あのこのバッターのルーティーンっていうものがあるじゃないですか。はい、あのこれ打席に入るときあるな。それはどういったこの効果というか、効果といいますか、すいません、僕がちょっと僕が調子悪かったみたいなんですけど、どういう効果があるのかと。まあ効果っていうかさ、はい、やっぱそれがリズムだから、うん、それが崩れるとダメだよ。イチローなんていうのは歩いてくるとこまで一緒らしい。歩数とかも一緒らしい。なるほど。で、まあ綺麗なグラウンドにしてたら、はい、そこしかつかないぐらいのルーティンを持ってるらしい。でもそれはね、みんな持ってる。だからちょっと俺がちょっと最初にやってみる。俺のルーティン。ユダさんやってた。いいですね、それ。おお、それは、はい、まずさ、ルーティンって始まってるのは、はい、ネクストがあるじゃん。はい。あれから始まってんだよね。で、俺は、はい、とにかくこれ雰囲気出ないね。駄菓子屋に出るくなりますよ。そうなんだ。いや、ちょっとタイミングをこう合わせながらこう、はい、待ってて、はい、で、こう屈伸を必ずする。あ、2回ですか。うん、2回。2回から3回、はい、で、こうやって待ってる、はい、まあ、例えばこうとか、はい、で、打席チェンジ、バッター、はい、終わるじゃん、はい、そしたら打席に入ったら必ず左足でこうやって鳴らしてた、はい、これがもうリズムだから。で、左足を決めるのにちゃんとこう掘ってこう入る、はい、で、まずこう出しといて下でワックルする。で、もうその時にタイミングが合わなかったらもうタイム取る。ああ、なるほど。絶対そのリズムは崩さない。あ、で、もう一回入ってワックルして入る。お、こういうリズムだ。これ調子が悪い日が続いても、うん、ルーティーンはずっと一緒ですか。ルーティーンは変えられない。あ、もう気持ち悪いぐらいに自分のリズムになってる。あ、なるほど。だからそういった意味ではリズムっていうのは大切にしない。大茶さんだとそうじゃん。あ、そうですね。こうやって構えて、はい、こう打席に入って、うん、終わってこう構える。あ、でもまず後ろから見てたもんね、あの人。お、白線がまっすぐかどうかピッチャーに対して。へ、じゃないとこの白線に対してこう立ってしまうとさ、角度が変わっちゃうじゃん。なるほど。だから白線がまっすぐかどうかっていうのをこう確認して、違ったら消してたよね、あの人。へ、やっぱそのぐらい神経質、そのぐらいやっぱりスタート時点っていうのは大切なんだよ、バッティングに。だからそういうことをやってた。じゃあ、なんかあんまよろしくなかった屋敷さんとかってどういうルーティンなんですか。なんかもう一回言ってみて。あんまり仲がよろしくなかったか。いや、仲が悪いとかじゃなくて野球感が合わなかったよ。これを見てる視聴者の方に、うん、この間会う機会があったんですよ。おう、したらそのもう江戸川さんの大ファンですって言われて、うん、で、いや本当に屋敷さんと仲悪かったのみたいなのめっちゃ聞かれたんですよ。あ、そう、ショックだったみたいな。いや、仲が悪いんだよ、はい、仲間だから仲悪いはずなんだよ。ただ野球感が合わなかったから。なるほど、野球感が合わなかっただけなんで。そう、仲はいいってことですね。別にもあるとは、ね、うん、飯も食いに行ったりとかはなくもあるし、飲みに行ったこともある。ただ野球感がちょっとこう、うん、っていうだけで、皆さんお願いしますね、はい。そこ、その人それぞれのルーティンっていうのが、はい、やっぱ特徴的なのがあるし、うん、長嶋さんなんかこうあって、こう右足をこうやって決めといて、で、これとともにこうやって入ってて、かっこよかったよね。だからそのルーティンを真似してた右バッターって結構いたよ。あー、真似から、うん、真似から入って、うん、それがルーティンになるっていう。だから真似から入るっていうのはさ、その人になりきらないと入れないんですよ。なるほど。だからやっぱそのなりきって打ちたいというね、まあ、そういう願望があるんだろうな。伊坂さんのモノマネをされてた方っていたんですか。いや、これ絶対俺のルーティン真似してる。いやいや、田淵さんが大英時代に、はい、伊坂がちょっとビデオ撮らせてくれないかって、オープン戦の時に、はい、あ、別にいいですけどって言って、どうしたんですかって。いや、真似をさせたいやつがいると。お、あー、なるほど、うん、で、その時のフォームってこのぐらいに構えてこうやって打ってたんだよ、はい。で、そのシーズン中見たら山口っていうやつ、足の速い、はい、が同じように真似して打ってて、へー、嬉しい。そう簡単には打てないんだよ。これ篠塚さんに話して聞いた話なんだけどさ、伊藤智人が16三振かなんか取ってた試合があって、はい、篠塚さんが入ったら間を空けて、はい、ホームラン打ったっていう話があるじゃん、はいはい。で、行ったりするかった、はい、それはやっぱ篠塚さんがこうやって入ろうとしたら、はい、もう構えてたんだって。だからちょっとタイム取って外して、でもう一回こうやってこう構え直したら
もう一回早いから自分のルーティンにならないから、はい、篠塚さんもこうやってワックルこうして入る人だったから、はいはい、もう一回タイム取って、だから自分のリズムを崩さなかったからあのホームランが打った。駆け引きなんですね。逆に、まあ、駆け引きもあるけど、うん、やっぱり自分のリズムを崩したらダメだという、はい、だからピッチャーも自分のリズムで投げたいわけ。ああそうですね、確かに自分たちのリズムの取り合いだよ。はあ、お前らとお笑いでもリズムがたまに合わない時あるだろ。ありますね。ちょっと間が違ったとか全然違うとか、だからやっぱり気持ち悪いでしょ、そういう時も。気持ち悪いし、全然受けないですね、はい、そうだよな、はい、いやだからそんなもんだよ。あ、だからリズムっていうのはやっぱ大切にしない。